それでは実況対局やっていきたいと思います。僕の白番です。お相手は2勝2敗の方ですね。7段から来たって感じですね。はい、こんな感じですね。持ち時間が20分30秒3回なのでね、割とゆっくりかなと。ここにあるときはこの村正の妖刀っていう手はね、ちょっと若干無理気味かもしれませんね。止まっておきましょう。どうなんでしょうかね、この別れは。ちょっと AI に聞いてみたいですね、この別れがどうなのか。ちょっと聞いてくれるか分かりませんが、打ってみました。聞いてくれないですか。そうかもしれません。この覗きがね、疑問点かもしれないんでね、ちょっと遅れたかもしれませんね。羽だけ打っておきましょうか。こう跳ねられちゃうかな。ここで手を抜くかですかね。黒もつけないで桂馬とかもね、いいところでした。ここに手をかけましたね。
って頑張っていきましょうか。まあやっぱりこんなもんですかね。急所でしたか。そうですね、うまく打たれましたね。ここまで頑張りますか。もう一回こうですね。これで、うまくいけられると困っちゃいますね。引くしかなかったかな。引くとでもね、抑え込まれちゃってちょっと生きられる気がしたんですよね。これもそこ切ったらこちらから出てこられてちゃいますかね。切るしかないかな。
み取って生きるぐらいはあるかもしれませんね。あ、こっちですかね、やっぱりね。まあまあ、まだまだあれですかね。開くとね、三々がぴったりになってしまいますんで、まあ、ちょっとつけたら羽根つごうかなと思います。下がって頑張りました。まあここも荒れますけどね、まあここも荒れますんでね。しょうがないですね。
なるほど。ね、相手も目はないんですけどね。これと跳ねられる意味がありますか。取るんだったかな。いやいや。取るんだったかもしれませんね。
と筋悪いですけど、こうやって言ったらどうなるんでしょうか。どうやって打つか、一応取れるんでね、まあまあ、つなぎがね、ちょっと味悪いんですよね。あるのはね、当たりから飛びとか打てば、際どいですけど、なんとか大丈夫なような気がしますね。まあ、あとはこっちの攻め合いですけど、一眼ありますからね、メアリーメラシになる可能性が高いですね。繋いで出てこっちの攻め合いは1打目がね、こちらお互いあるんで、こちら当たりにして飛びでね、いいのかなと思います。
ここは聞いてますもんね。つなぐわ。こっちの方がいいですね。あたりでね、まあ投了してくれると楽なんですけど、うん、そこが味悪いんですよね。そうですね、やっぱりちょっと形がやりすぎだったですかね。うん、ああ戻してますね。なんかいい手ありましたか。なかったんですけどね。何かいい手ありますかね。飛びとかコスミとかですかね。それで一応長期戦だったような気もしますね。あたりでね、終わりにしましょうかね。はい、じゃあそれではこのあたりで失礼します。はい。